皆さんこんにちは。今日は2020年の7月25日です。今日は私の一日を皆さんにお見せします。まああんまり興味がないと思いますけど、簡単な日本語でゆっくり話します。お腹空きましたね。お昼ご飯を食べます。これが豆腐で、ご飯で、トマトとオクラ？これオクラ？と、あとナスビ。そしてこれが鮭です。好きなことやものは何ですか？私の好きなことは人と話すことです。私は本を読むのがちょっと苦手です。でも私にとって人と話をすることは本を読むことと同じです。だから人と話をすることで私の世界が大きく広がります。だから私は英語を勉強しました。そして私の世界はもう10倍ぐらい広がりました。皆さんは今日本語を勉強していますよね。だから私は皆さんを応援したいです。みんなも日本語が話せるようになったら世界が広がります。しかもみんなが日本に来てこの日本人と話せば日本人の世界も広がります。だから、なんていうの？一石二鳥？一石二鳥はちょっと、ま、みんなハッピーになれるっていうことを伝えたかったです。今は、もうすぐで3時になります。今から、金沢に行きます。図書館に行って、それから友達に会います。だから、化粧をしました。化粧をするっていうのは、to make up、化粧をすると言います。それから着替えました。着替える、it means to change the clothes。そう、着替える。着替えました。じゃあ、今から、運転をして、金沢に行こうと思います。これ、私の新しい靴です。今日から履こうと思います。かわいいですね。そして、これが私の古い靴。こんな感じ。靴を履くと言います。靴を履く。to wear the shoes。図書館に着きました。インターネットで予約ができます。本を借りる予約ができます。じゃん。2月に予約した本が今私の番になったので取りに来ました。この本を借りました。借りた本はこの三体という本を借りました。これは
多分サイエンスフィクションで私の友達がおすすめしてくれました。まあちょっと難しそうですけど頑張ります。友達に会うまでに少し時間があるのでカグツチに行ってきます。今は4時22分になりました。ちょっと暇だったのでカグツチさんに来ましたダメ？ブルーで注いでいくとだん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 こう変わってくる。あ、本当や本当や、上紫になった。わあすごい綺麗やね、氷となんか、うん、とっても美味しいです。色が変わる、うんうん、今から少し時間があるのでちょっと散歩します。散歩します。はい、自転車を止めっぱなしにするとここにゴミが入れられます。友達よりも早くお店に着きそうなので先にお店に入ります。今日のお店に着きました。じゃん、ここです。入ろうと思います。かわいいでしょ。ちょっとこのお店の名前は私わからないです、意味が。ルーローワーと満月とワイン、行きましょう。いらんよ、私のお友達がすでに来ていたのでご飯食べます。すごいと、俺からしたらすごいと思うよ。今は6時20分です今から友達と飲みます。これ録音されとる？うん、されとるよ今日7月25日ですけど、なんか特別なことありましたか？遅刻しました7月25日いろいろ言っとったけど、俺も7月25日今日なんかありましたか？あ、ひげを剃った。あー、なるほど、なるほどおめでとうございますすごいね。本当におすすめです。名前が難しいよね。ルロワと満月とワイン。そうなんや。こう日本の居酒屋か、まあ夜に行くレストラン夜に行くレストラン、そうそうだね。居酒屋さんでは2つ注意することがあります。1つはお通しがあることです。お通しっていうのはこれぐらいの小さい食べ物、うん、おつまみ、説明するね、おつまみで、ね、300円から500円ぐらいします。これは、頼んでなくても自動的に出てきます。だから外国でいうチップみたいな感じです。あとレストランはあまりないかもしれないですが、バーとかに行くと座っただけでお金がかかるチャージ料というものがあります。1時間に、まあ、1000円とか高いところだったら2000円3000円。それはキャバクラじゃない？違う、キャバクラならもっと高いから、普通のバーだったら2000円から3000円ぐらいのチャージ料です。 It's Japanese share。 はいはいはい、そうです。 You know Japanese share? Japanese share 日本のレストランでは一つの料理を注文してみんなで分けます。今日、じゃあ今日嬉しかったことは何ですか？
久々に二日酔いじゃないです久々に二日酔いじゃない。素晴らしいことや、ね、牛肉のカルパッチョです。そう、分けるときはお箸を逆にしてこうやって取ります。はい、だから大丈夫。これは取り皿と言います。このお料理を分けて食べるためのお皿です。マスターありがとうございました。大丈夫でした。大丈夫やと思う、思います。次のお店に行きますで次はシャリンという店に行きます。日本酒です。日本酒これ、日本酒。果たしてシャリンには誰かいるのでしょうかこのコーヒー屋さん行ったことある？では皆さん、今日の2軒目です。2軒目のシャリンというお店に到着しました。こんばんは。オーナーの東さんです。シャリンというお店に来ました。ここはゲストハウスで、お部屋がいくつあるんですか？3つあります。3つありますね。このお店はゲストハウスですね。で、ゲストハウスなんですけど、でもバーにもなっています。8時から10時半までがこのスペースはバーになっていて、誰でも来てお酒とかいろんなものを飲むことができます。自分飲みたい。じゃあオーナーの東さんに質問したいと思います。なんでこのゲストハウスを始めたんですか？自分も旅行をしていて、お金がない中で、海外のゲストハウスに泊まった。噛んでないけど、めちゃくちゃ頭なら考えるから自分が海外を旅行していた時に、そういうゲストハウスを利用したんですね。はい。その時に、まあ、ゲストハウスっていうのは安いし、もう助かったということですね。そうです。だから自分もそのようにして役に立ちたいっていうことですよね。はい。こういう風にゲストハウスになっています。すごい木の匂いがします。え、めっちゃ古い。これめっちゃ古いですよ、皆さんの。そう、皆さんこれわかりますか？ファミリーコンピューターってすっごく昔の任天堂の、これカセットですね。これ2階の、すごく綺麗ですよ、こんな感じ。コロナの影響でどれぐらい売り上げが下がりましたか？売り上げはもう 90% 以上下がっていますですって。ぜひ来てください。いや、ぜひコロナが落ち着いたら遊びに来てください。はい、金沢はいいところです。はい、皆さんぜひ金沢に、石川県に遊びに来てください。私たちは待っています。朝ごはんもあります。そして自転車を借りることもできますよ。ここではこうやってね、そう、今東さんにその私の YouTube 見てよって言ったんですよ。そしたら見始めました。じゃーん、見て、私の YouTube を見てくれています。今、10時7分。次は、ハグに行ってきます。楽しんで行ってください。じゃあまた、ありがとうございます。はい。皆さん、次のお店もとっても素敵です。とっても素敵なお店です。バーです。一緒に行ってみましょう。なんで笑うん？
なんで笑うの？なんかすげえなんか業務的にはしちゃう。なんで業務的じゃないやろ。ね、業務的じゃないですよね、皆さん。私は皆さんがほら日本語を勉強しているのでゆっくり話しています。私普段はこんなにゆっくり話さないです。もうちょっと早いですね。ね、もうちょっと早いね。あ、ごめんごめんごめん。じゃーん、これがほら誰かおるやん。これがビッグハグでーす。 YouTube を撮ってもいいかどうかはちょっとまだわかりません。うん。じゅんちゃん。じゅんちゃんや。じゅんちゃんが来ました。これ、これじゃあ GoPro ですからの。GoPro。パスタもよかったら映ってる。めっちゃカメラ目線。マスターの酒井さんです。そうです。関係とかも。こんばんは。ありがとうございます。ここは古い家をリノベーションして作ったバーです。古い家をリノベーションしたバーです。リノベーション、この言葉覚えていますね。リノベーション。ちょっと暗くて皆さんによく見せられないんですけど、とっても素敵なお店です。どんな会話がいいですか？どんな会話がいいですか？絞れてなくて、なんかじゃあ今日あったなんか特別なこと。何？いや、ダメです。あ、じゃあお酒作ってもらえちゃう。いや、そうは思わなかったけど、どんどんそんでもイメージ変わりましたね。僕が目悪いだけか。そう、本当は自分が目悪いだけ、マジで。じゃあね、ありがとう。またね、連絡します。ちょっと帰ります。私はちょっと遠いところに住んでいるので電車に乗って帰ります。はい、ではまた。電車に間に合うように走りますので、また後で。今はもう7月26日ですね。はい。やっぱりいろんな人と話すことはとても面白いです。皆さんも日本語を勉強していろんな日本人と話をしてみてください。それではちょっとあまり興味ない私の一日を見てくださってありがとうございます。またお会いしましょう。またねー。